皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、腹筋を紹介しようと思うんですけども、その中でもお腹を引っ込めることができる腹筋、まあ、いわゆるプランクなんですけども、通常のプランクとね、逆バージョンです。上向きのプランクです。で、これをね、しっかりやることで、ご飯を食べたり、あと飲み物を飲んだりしてね、出てくるお腹が出てこなくなります。なんで今回ね、紹介する腹筋、あとは2種類ね、紹介しますんで、ぜひ最後まで見てもらえたらと思います。で、今回ね、お腹引っ込めるために腹筋してる人多いと思うんですけども、腹筋じゃまずね、お腹は絶対に引っ込みません。というのも、腹筋がつくだけです。もちろん腹筋ですからね、腹筋がつくんですけども、腹筋っていうのは外側にある部分になります。そこを鍛えてもね、全然お腹は引っ込みません。で、どこ鍛えるのかっていうと、腹筋の中にある腹横筋、今からね、やっていくメニューで使えるんですけども、しっかりね、長く呼吸を吐きます。1ストップ10秒呼吸を吐き続けます。それでお腹がしっかりね、引っ込むことができます。ということでね、まず2種類やっていきますんで、よかったらね、一緒にやってもらえたらと思います。では行きましょう。まずですね、肘をつきます。横向きに肘つきます。んで、体は真下を向けて、こっからですね、手を遠いところに持ってきます。こういう感じで肘をついて、手を遠いところにも息を吐きながら持ってきます。やってみます。戻ったら吸います。戻ったら吸います。手はね、戻るときは上に上げましょう。こっから遠いところに、という感じでいきます。反対もいきます。肘を横について手を伸ばして、息をできるだけ吐きます。遠くに戻ってきます。で、吸います。もう一回いきます。といった感じで、1ストップ10秒を目安にですね、10秒間息を吐き続けてください。お腹をしっかり引っ込ませながら息を吐き続ける。これをね、毎日やってもらったらお腹が引っ込みます。で、もう一種目いきます。同じようにやってください。足伸ばして寝っ転がります。で、手はね、胸でクロスしましょう。まあ、こういうプランクの形でもいいです。頭の後ろ持っていったらね、もっと辛くなります。自分のね、レベルに合わせて手を前に持っていけば少し楽。真上が中級、上が上級です。まあ、今日は中級でいきます。こっからお腹をしっかり引っ込めて、足を少し浮かせて起きる。これであんまりこっちに起きるんじゃなくって、真上に起きる感じです。腰とお尻だけ床につけて、足と背中を浮かしておきます。これで息を吐きながらお腹を引っ込めて10秒、この3回いきます。いきます。戻ったら吸います。あともう1回です。はい、OK です。お疲れでした。今のやつ、横2種類、上1種類、合わせてね、1分半です。これ1分半を毎日やってください。毎日ね、好きなタイミングでやってください。まあ、食後とかはね、ちょっとお腹が重たいんであんまり良くないんですけども、まあ、食後じゃない時間、食後1時間以上避けて、今みたいに1分半だけやってみてもらえたらと思います。いつもね、腹筋クランチとかね、これで一生懸命やってる人、あれやりすぎちゃうと、もちろん腹筋はつきますけど、お腹は引っ込みません。腹横筋がね、あまり使えないんで。まあ、しっかりね、息をね、ふーって吐きながらゆっくりやれば、腹筋も腹横筋も使えますけど、基本的には、せっせか動くだけなんで、それではね、腹横筋がつきません。なので今みたいにね、息をしっかり吐く、お腹を引っ込める、止まっとくっていう感じを1分半だけ、やってみてもらえたらと思います。今みたいにね、しっかり1日1分半を大事に、こうやってね、やってる腹筋、もちろん腹筋割りたいとか、あとは腹筋つけたいなら全然いいです。まあ、それをね、しっかりやっても
まあ、体脂肪落ちないと見えないんで、それならもうお腹をしっかり引っ込めれた方が、まあ、スタイルはね、もちろん良くなると思うんで、今みたいな感じで腹横筋を鍛えることを意識してください。腹筋ではなく腹横筋、息をしっかり吐く。もちろん慣れてくると15秒ぐらい吐き続けれるんで、まあ、それぐらいしっかりね、吐き続けることができてくると腹横筋がしっかりついている証拠です。お腹もどんどんぐーっと引っ込めれます。そうなるとね、ご飯食べたりしてもお腹がボコッと出てこなくなるんで、その結果はウエストが細くなると。お腹の脂肪が取れるんではないですけども、お腹がしっかりウエストが細くなる、くびれなんかはできてきますんで、今みたいな感じでやってもらえたらと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。手がね、ちょっとまだね、ここが手のひら痛いんで、ちょっと筋トレまだあんまできないんですけども、こういった感じでね、少しずつまたアップしますんで、よかったらご視聴ください。説明欄もね、ブログのリンク貼ってますんで、よかったらタートルブログ、ぜひ遊びに行ってください。今日もご視聴ありがとうございました。